平成11年7月11日午前6時、愛宕神社の境内に祭り囃子が流れてくる。朝囃子と堤崎の人々が親しみを込めて呼んでいる朝の囃子によって、疫病除けの神様八雲社の天皇様の祭りの一日が始まる。埼玉県上尾市大和田堤崎は堤崎流祭り囃子の発祥の地。古老の話によると、昔は村の家全部が林連であったと言われるほど林の盛んなところであった。上尾市は埼玉県のほぼ中央東寄り、東京から40キロメートル圏のところにある。そして堤崎は上尾市の南西部に位置し、平成11年現在、人口240名、世帯数83戸の集落である。昔は堤崎村といい、天那元年、1681年から明治に至るまで幕府の天領として治められてきたところであり、昔から麦作を中心とした畑作農村であった。堤崎流祭り囃子発祥の地である堤崎には、都市化への波によって農村としての成り立ちが急速に崩れつつある今日にあっても、道端のあちこちに庶民信仰の跡を見ることができる。五正車ともいわれる輪廻車を回しながら念仏を唱えると極楽往生ができると言われている寛政4年1792年に作られた車地蔵。元禄5年1692年の命のある正面金剛を祀った庚申塔。辻札。村に災いが入ってこないように、篠田家の棒の先に春名香や三峰香などでもらってきた厄除けのお札を挟み、村境の辻に立てる伏せ木が今なお続けられている。6月19日夜、天皇様の祭りのための寄り合いが持たれた。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん方にはお疲れのところ、早速ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。定めで、八雲社再臨について、ご相談をお願いしたいと思います。指揮者が、佐々木の健太さんになってます。各家々から出席するこの寄り合いで祭りの日取りや役が決められる。今年度はいかがいたしましょうか。三家の方にどなたか出ていただければ今野さんがいいんじゃないかなと思うんですよね。私の時ずいぶんうまくやってもらったんでね。
よろしくお願いします。じゃあ、近藤さんが。近藤さんね。聞くね。はい、近藤さん。よろしくお願いいたします。あの、次の出し上がるのは、これは消防団長、保管隊員、その他の高橋邦夫さんが去年になったんですが。先日来の区長さんの方からちょっと若干話を聞きまして、今回は人数がだいぶ。天皇様の祭りは昔は7月14日に決まっていた。現在では7月14日に近い日曜日に行われるようになり、平成11年は7月11日の日曜日に行うように決まった。林連のメンバーは現在19名。祭りが近づくと一段と練習に熱がこもる。明治38年生まれで今年94歳を迎える堤崎林連の最長老、安藤義作さん。義作さんは若い頃に比べて息が続かないと嘆きながらも、時には笛を吹いてみせる。堤崎流祭り囃子は明治の初期に堤崎出身で太鼓の名人と称えられた吉沢菊次郎が、神田囃子の流れを組む大宮の木下流祭り囃子に改良を加え、新たに作り出したものだと言われている。吉沢菊次郎の名は神社の上り立てや祭礼の帳簿に記録されている。堤崎流祭り囃子の演奏曲目っていうのはどんなものがあるんですか？申し上げます。堤崎の、ね、配線ではね、屋台、鎌倉、四丁目、それから、まあ、岡崎、まあ、ひょっとこと見ますがね、まあ、その他に、まあ、正殿、宮正殿、神田丸があります。まあ、以上なんですかね。林のですね、
編成っていうのはどんな楽器で演奏されるんでしょうか。はい、林は5人で演奏するわけでございまして、大太鼓を玉と言いまして、小太鼓を付けと言いまして、これは小太鼓は2つあります。なので笛と釣り鐘がありまして、昔から五人囃子ということでやってました。筒見崎囃子の特徴の中に絡みがあるそうなので、はい、その絡みについてですね、ちょっとご説明いただけますか。はい、上下ってのがありまして、それね、上と下で交代で叩くので、それを絡みと言います。それではやってみましょうか。はい、お願いいたします。笛には四調子とか五調子というのがあるようなんですが、筒見崎の林はの笛は、はい、どちらなんでしょうか。筒見崎の方は高い音の方が多いんで、五調子の方、まあ、一応やってますけども、実際はどういう音なのかちょっと出していただけますか。はい、よろしいですか。吉沢菊次郎が作り出した筒見崎流祭り囃子は、筒見崎だけではなく上尾市内の各地域、さらには荒川を渡った川越方面の各地にも広く伝承されている。筒見崎の祭り囃子が川越祭りで演奏されるようになったのは、明治の頃神田明神の祭りで太鼓を叩いている吉沢菊次郎を見て、その腕前に感心した川越の有力者が川越祭りの山車で囃子を奉納するよう依頼したのに始まると言われている。それ以後昭和40年代まで筒見崎の囃子連が川越の南町、現在の幸町の山車に乗って奉納していた。
安藤義作さんが川越祭りの思い出を語ってくれた。大正8年に純情高等小学校卒業して、その暮れから習い始めてね、それで川越行ったのが、まあ初めはまあ大して吹けなかったからね、あれだけども、大正10年頃からかな、まあ太鼓とこうあようになってね、それがざーっと行き始めたんですけどね。あの川越の人にいろいろ教えたんですか？ええ。どうやって教えたんですか？は？どうやって教えたんですか？はい。川越の人たちにどうやって教えたんですか？教えたの？ええ、あの私の習いしたらね、それから送り迎えしてくれたからね、向こうでね、ええ、で教えたんですよ、ちょうど教えてから30年なんですよ、川越を教えて。去年の10月でちょうどね30年で、30周年記念でね呼ばれて行ったんですよ。私30人だね。だから今でも、もう川越の連中もね、上手になってね、1年前ですよ。祭りの前日、7月10日はお迎え。午後3時、新旧10人の年行司の手によって神輿が飾り付けられる。上尾市堤崎のうましいところ。午後6時、みこしを飾り終えると天皇様をお迎えする。水のみこしの奥深く、祝い祭り沈め祭り。昔は祭りの7日前にお狩屋を作り、みこしを飾ってお迎えをした。そしてその間毎日林を奉納して交代でお守りをしたそうである。かしこみも間を裂く。天皇様をお迎えして年行事を中心に直来が行われる。神輿は林に送られて社殿に納められる。祭りの当日11日はあいにくの雨模様。出汁の巡行は中止となり、お札配りと地区の家々を回ってのお祓いだけが行われた。天狗の面をつけ、獅子頭を持った年行司が地区の家々を回って無病息災を願って歩く。
祭りの日、堤崎の家々ではお札、榊、野菜などのお供え物を飾った茶舞台を縁側に置き、お祓いの一行を迎える。じゃあ皆さんおはようございます。本日は八雲神社の祭礼ということでお忙しい中お忘れいただきましてありがとうございます、まあ、本日は天気もよろしいようで、祭りもできそうでございますので、皆さん平成12年7月9日は開成午前8時、区長の挨拶によって祭りは開始された。出汁の組み立て、大のぼりの立て上げ、さまざまな準備も祭りのうちである。出汁は堤崎の西の端から東の端まで地区内を巡行する。まず愛宕神社の境内を出発した出汁は西の端まで進み、一休みした後愛宕神社に戻り、今度は東に向かって進み東の端まで行き愛宕神社に戻る。午後1時、拍子木の合図とともに囃子が始まり、出汁は愛宕神社の境内を出発する。堤崎の天皇様の祭りでは人口の過疎化ということもあって、近年では神輿と出汁が一緒に巡行することはなく、一年おきに交互に巡行することになっている。
出しは西の端にある幼稚園に到着。記録によると、山車は明治15年に作られ、山車を引いての祭りはこの時から始まったようである。ところが大正15年の祭りの時に山車が転倒して壊れてしまったり、また太平洋戦争など昭和の戦時体制を迎えたことなどから、それ以後の山車の巡行は途絶えてしまった。その後、昭和27年に補修を加えて祭りを行い、さらに昭和52年に修復して現在のような山車の巡行が行われるようになった。今引いている山車がそれである。愛宕神社の境内に戻った山車の前で獅子舞が演じられる。演目は獅子の花通し。屋台の曲で登場した獅子は鎌倉の曲に合わせて飲み取りの仕草を演ずる。2丁目の曲になると獅子はみかんを玉のように転がして戯れる。やがて獅子は遊び疲れて年々子守の曲を聴きながら眠り込んでしまう。Thank you.
今度は岡崎の曲に合わせてひょっとこが登場する。やがてひょっとこは獅子が気持ちよさそうに眠り込んでいるのに気づき、おめでたい獅子を寝かしておいたのではもったいないと起こそうとする。だがおっかない獅子をどちらが起こすのか、二人のひょっとこはお互いに譲り合ってなかなか決まらない。ひょっとこに眠りを邪魔された獅子はびっくりして起き上がり、屋台の曲に乗って踊り出す。踊りを終えて境内を出発した山車は今度は東に向かう。昔は堤崎の全ての家々に山車を引いて回った。道の狭いところでは道を外れて畑の中を引いていったこともある。そのために車輪に藁の菰を巻きつけて竹縄で縛り付け、車輪が土の中にめり込まないようにして地区内の家々を回っていたと古老は語っている。東の端にある倉庫の前に到着した山車は一休みの後愛宕神社に戻ってゆく。今年の天皇様の祭りは終わった。急速に移り変わる時代の流れによって、やがて山車の巡行による囃子の演奏形態は失われてしまうかもしれない。しかしたとえそうなったとしても堤崎の人々の囃子への熱意が失われない限り、堤崎の祭り囃子は決して途絶えることはないであろう。